どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラブの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。ただいまちょっとお知らせなんですけど、今使ってるこのガズモデルとか、ガズレレで展開しているウクレレたちのですね、販売と予約がスタートしております。ちょっとここでね、どんなウクレレがあるのかラインナップだけでも見ていただくと、リンク行って見てみてください。はい、皆さん音楽聴くからやるに変えていきましょう。音楽今日も始めていきますよ。本日のテーマソングは日本中が待ち望んでいたこの曲じゃないかなというふうに思います。はい、 NHK 朝ドラのちむどんどん主題歌サンサン、三浦大知さんが歌っておられる、もうなんかね、爽やかなバラードと言えばいいんでしょうか。なんかね、すごく不思議な感じの、ちょっと希望が満ち溢れる曲をお届けしたいと思います。はい。でね、この曲なんですけど、ちょっと最初に解説させていただきたいんですけど、原曲はですね、途中でサビのところでキーがね、ドンと上がる。転調というのがあるんですね。で、これをやるとウクレレとか演奏するとき、ものすごく難しくなるんですよ。で、ちょっと考えた挙句なんですけど、ここは、簡単ウクレレ教室ガズレレということなんで、今回はですね、ダイナミックにガズレレオリジナルの転調なしの簡単アレンジバージョン、オリジナルウクレレ練習用アレンジでお届けしようと思います。そうすると何が起こるかというと、初心者の方でも本当にすぐ弾けるようなアレンジになるんです。皆さんこれでどんどん取り組んでいきましょう。はい、それでいつものようにね、2バージョンやっていきますよ。最初のバージョンは初心者さんに向けためちゃくちゃゆっくり簡単バージョンやります。さっきも言ったように転調がないバージョンなんです。しかもこっちはコードもさらに簡単になってますからね、やっていってください。これ初心者の方もできます。で、後半のかっこいいバージョンはちょっとあの響きのいいコードが加わったり、やっぱりリズムがですね、ちょっとこのかっこいいバージョン深いですからね。あのアレンジ、コードのアレンジは簡単でも、やっぱりリズムだけはね、やっぱりちょっと再現したいなということで、なかなかディープにやっております。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ったんだけど、全然チャンスがなくてやったことないんですという方とか、やったことあるんだけど難しくて挫折しちゃいましたみたいな方が、あっと今にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う、弾き語りができるよってプログラムがあるんですよ。このガズレレオリジナルのプログラムが今もうめちゃくちゃ分かりやすいということで、世界中で大評判。今も何十万人もこのガズレレ音楽始めてますからね、皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けます。皆ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな方でもあっという間すぐできますからね。じゃあこのプログラム、ここからいってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌えるようにしている弾き語りのレッスン動画と課題曲、すでにもう1800曲、いやもう1900曲ぐらいあると思いますね。とにかくたくさんやっております。皆さんもね、好きな曲必ずあると思いますよ。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレで YouTube の中で検索していただいたりすると結構出てくると思います。やってみてください。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあそれではやってまいります。NHK の朝ドラ「ちむどんどん」の主題歌になっております三浦大知さんの「さんさん」、ガズレレ流超簡単アレンジバージョンでシンプル簡単版やってみます。また会えたら話をしよう、あの日の続きを聞かせて、届いてこの歌、あなたが信じてくれたよ、「永遠の」
の NHK 朝ドラちむどんどん主題歌のサンサンガズレレシピ超簡単転調なしアレンジのしかも初心者さん向け簡単バージョンゆっくりやってみました。いやーもうこれでも本当にあの世界観伝わると思います。コードはですね、今やったら6個のコードでやりましたね。これだと初心者さんでもできると思いますね。ちょっとじっくりゆっくり。この曲やっぱゆっくりだから、初心者さんとしてもゆっくりやればやるほどね、いいみたいなところもあるんでね、やってみてください。で、今のさっきも言いましたけど、この長さはですね、朝のテレビ番組で流れている長さでございます。本当はね、4分ぐらい。ある曲でございますけど、ひとまずこれをやっていきましょう。歌詞とコードが、動画の中に出ていったと思いますんで、それを見ながら一緒に練習スタートしてください。1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に弾いて歌えるようになったら1個目のゴール達成でいいと思います。まずここまでやるのもですね、実はすごく難しいと思います。なぜならですね、歌がですね、聴いてるとね、すごく聞き心地が良くてなんかこういいんですけど、いざ歌ってみたらわかりますよ、なかなかこのメロディーラインとか音程とか言葉のタイミング結構難しいと思います。まあ、一回聞いてね、何回も何回も、まあ、朝、毎朝聞いてる方はこれね、もう、覚えちゃうと思いますね。じっくり取り組んでいってください。で、まあね、ガズレレの動画に合わせてできるようになった方、おめでとうございます。それでは次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部覚えるっていうのはなかなか難しいでしょうから、まずはですね、楽譜的なものを見て、だんだん自分の中に落とし込んでいって、いずれはですね、覚えちゃって、それこそ沖縄に行ったりこう大空を見ながらこの曲を歌うみたいなのがいいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということなんだと思うんですけど、安心してください。今はですね、ラズが書いたこの手書きのノート、今もう31冊目に突入しておりますけど、こうやって書いてますね。これを見ながら今演奏していきました。はい、これちょっと字難しいんですよね。もう漢字がもう書けなかった。はい、三三なんですけど、はい、もうちょっとしたらこれカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよっていう風にシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃいい便利なサービス始まってます。これガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた三三を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲私やってみたかったんだよな、この曲が憧れの曲みたいなのを5曲選んでいただいて、お手元にですねデジタルデータとしてすぐこの楽譜がダウンロードしていただけると、この楽譜は全てにガズレレ YouTube レッスン動画とこうねリンクしてますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパー3世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットとか16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。ちむどんどんの主題歌となっております。はい、さんさんですね。字難しい。はい、さんさん。はい、三浦大知さん、ダンサーとしてもすごいですけど、シンガーとしてもね、もう本当にすごい。はい、ここにも書いてあります、さっきも言いましたけど、転調なしの簡単版です。これ転調するとね、コードがものすごく難しくなるんでね。はい、ひとまずガズレレではこれで歌ってみよう、ひとまず歌ってみようよということを推奨しております。ウクレレ練習用転調なしアレンジバージョンでございます。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、ここが A メロっていうか、いきなり歌から始まるんですけど、最初 C でね、ちょっとバーって伸ばしといてから歌が入っていきます。で、ここをこんな感じで見てもらうと、日の光、ここくるっと囲ってある。これ早く言うよってことなんですよね。日の光みたいなね。
はい、でこんな感じでここ伸ばすって書いてあります。前半はこういう伸ばす感じでですね、下にくるっと囲ってあるコードは後半やるかっこいいバージョンではこうやって弾きますよというコードですので、今のシンプル簡単バージョンは上の段のコードを伸ばしていったと、この2行ね、はい、こんな感じで、書いてますんで、時間ある方今一時停止してメモっていってください。そして、もう一個、さっきガズクラブで、紹介させてもらったこの楽譜をお手元にダウンロードも めちゃくちゃいいと思います。ガズのノートの特徴はこの上の点ですね、この V のマークとかこの点、これは日の光うん、まとう朝うん、開くうん、こんな感じ、これで点と V でリズムが分かる。あとこの光のところにククッと囲ってるとか、伸ばしているこの棒は歌詞カード見ても書いてないですからね。この情報はですね、あのガズのノートだけしか詰まってない情報でございます。ガズクラブの楽譜ゲットもいいと思いますよ。はい、まずはここ、じゃあ A メロと B メロ、ここ B メロですね、はい、ここのもこれ書いてあるでしょ、ターターターって、これかっこいいバージョンでここね結構キメの弾き方があってかっこいいんですけど難しいです。あとでじっくり見てください、 B メロはね、はい、で OK で、ここからサビですね。もうこれあのテレビのオープニングの長さなんですごい短いんですけど、曲ゆっくりなんでね、じっくりゆっくり取り組んでいきましょう。はい、いいですね、いいですか。あとここを見て矢印マーク、これはねシンコペーションというリズムのアレンジでね、ここにも入ってくるんですけど、リズムは前に食い込んでくれる。これもねしっかりかっこいいバージョンでは、解説していきます。リズムがかっこいいです。ここタタタタタかっこいいバージョンでここでアクセントを入れて、いきます。でここを見てもらって、これサビの後半なんですけど、ここ見たこの2拍っていうのは結構これがキーポイントですね。ここはだから Am Am G7 G7 Em Em 2回弾いたり、2拍だから2回弾いて、そしたら F でここ伸ばすんですよね。伸ばすの F4 回です。これがね結構リズムの面白いところ。こういきますよ、せーの、テラス背にはドアの位置に願い、1234ここ伸ばす、はい、でここ最後のここ大丈夫に入っていくね、ここで終わったよと、はい、こういう感じの構成になっております。ここら辺がちょっとここがちょっとリズムが難しいところですね。はい、2拍ご注目ください。はい、じゃあ出てくるコードちょっと見ていきましょう。この赤く囲ってるところはかっこいいバージョンで出てくるコードなんです。で今こうやって映してると、これ6個映ってるでしょ。今のシンプル簡単バージョンはなんとこの6個です。言っていきます。 C と Am と F と Dm と G7 と Em7 という、これねガズレレではおなじみのめちゃめちゃ入門コードなんですよ。6個はあるけれども簡単です。で今日ね赤く囲ってるのかっこいいバージョンなんですけど、この E7 っていうやつも実はガズレレではもうめちゃ簡単グループに入るんで、今日セットでこの7個を紹介させてもらおうと思います。今日はね簡単バージョン本当は6個だよ。でかっこいいバージョンでも E7 出てくる。これね今映ってる7個は超入門コードのグループこれです。はい、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個もと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらめちゃ簡単だけど、10個いっぺんに頭にドッと覚えようと思うともうごちゃごちゃになるんですよ。頭がね10個っつったら結構な数です。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう楽しい動画撮ってます。ここでちょっとこのリンク貼っとくんで、コードはこの今動画で覚えちゃってください。今日は6個とか7個ですけれども、いずれこの10個のコード覚えておくともう便利なことばっかりですって覚えちゃってくださいよ。はい、そんな感じで取り組んでいきましょう。さあさあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけれども、ここでやっぱり歌ですね。歌の確認をじっくりしておいてください。さっきも言いましたけれど、これね聞いているとすごくバラードで心地いいんですけど、歌ってみるとですね、メロディーラインと言葉のタイミング結構難しいですよ。はい、なんていうのか、ゆっくりなんでそういう風にあんまり感じないですけど、特にですね A メロとかの細かいメロディーのニュアンス、毎回ちょっとメロディーが変わったりするんで、いやよっぽどこれ聞き込んでですね、自分でプレイするのがいいと思います。聞くとやるとじゃあ大違いでございました。はい、じっくり取り組んでいきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。じゃあかっこいいバージョンではコードがさっき6個だったら2個追加なんですけど、さっきも言いました E7 は入門コードなんでいいとして、もう1個だけ、はい、これ G7 サス4、これのコード、この G7 サス4っつうのは簡単ですから安心してください。G7 って入門コードのうちの1個、 G7 三角形を小指ここ一弦の3フレット、これを入れたら G7 サス4、離すと G7 サス4から G7、 こんな感じで、いやね、A メロで1回出てくるだけですけどね、ちょっとニュアンスを入れてみましょうということでございます。じゃあね、今日出てくるリズムはですね、これがまたね結構奥が深いんですよ。かっこいいバージョンリズム深いですよ。はい、今日出てくるリズムはこれです。ドン、16ビートと16ビートのチャとカッティングとガズペジオ、あとシンコペーション、結構
構いろいろあるじゃんっていう感じだと思うんですけど、やっていきます。はい、今映っているこの4つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの一枚に、それぞれです濃厚レッスン動画、もうそれぞれのね弾き方の解説動画がアップロードされているんで、ぜひご覧になっていただきたいと思うんですけど、今日はねこの曲は前半はですね A メロのところは伸ばすだけなんで、ここはない、あのまあ簡単だと思います、伸ばしてばっかり。ただしコード進行ちょっと違うんで、ちょっと一応じゃあやっておこうか。伸ばすんですけど、じゃあ最初からやろう。せーの、日の光、こうやって伸ばしていきますね。まとう朝日がくまねが薄がこんな感じです。ここは、ま、窓のところやると D マイナーで一回伸ばすんです。まとねが薄がこんな感じ、 D マイナー伸ばして G7 さす方から G7、はい、そして後半忘れない、次ですね、机の前あなた、はい、ここは A マイナー E7 C で、この C で伸ばす感じですね。 A マイナー E7 C あなた、こんな感じで入ってきます。ここは簡単だと思います、ちょっとやってみてください。で問題はですね、この B メロのところから一応16ビートのリズムが入ってくるんですけど、ここ B メロめっちゃむずいです。ちょっとここね、やってみましょう。マーターエーターラーからやってみましょう。 B メロからね、せーの、また会えたら話しよう、はい、今のツッタンダンダンチャツッタンダンダン、このリズムがですねこれ結構難しい、カッティングと16ビートです。はい、最初にまた会えたらまた会えたら止まるんですよ。ここどうやって止めるかというと、あのガッツの場合はこうチャを使って止めるのがいいんじゃないかなと思いました。ちょっとやってみると、また会えたチャッパンダダンダダンチャッパンダダンダダン、今 F の前にチャ FFF で伸ばして止める CCC、 このリズムね、ちょっとこれねマニアックというかかっこいいんですけど、ちょっと難しいと思う。ちょっと何回も練習するしかないから、これしかもノリとしては16ビートですからね。せーの、また会えたらタンツタン話をしよう、あの日の、ここからは16ビートです、聞かせてよ、届い、こんな感じでやりたいですけど、このツッタンダンダダンチャッツッタンダダンダダンチャッFFF ドン CCC、 また会えたらタンツタン話をしよう、あの日の、ここから16秒好きを聞かせてよ、ここからサビでは16秒チャンが入る、またあなたが、こんな感じで展開させていっていこうかなと思います。この B メロのところのこのカッティングを使った F と C のところ、ここはもう何回も練習してください。カッティング打つの左手で、はい、音をピシッと止める感じですね。はい、ここちょっと難しいかな。はい、でサビに入っていくんですけど、ここではねシンコペーション、シンコペーションでこのマークなんですけど、リズムがズコンと前に食い込んでいくよということのこのリズムが出てきます。どこで出てくるかというと、サビのね後半というか、ちょっとサビ全部やってみるか。届いてこの歌が8ビートきたね、信じてくれたよ、次来るよ、どんな日々も、次です、どんな日々も繋がって、ここでもリップだん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 だ、はい、この最後の G7 はだん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 だとダウンキックでだんだんだんってやるといいと思います。分かった？今の矢印のところリズムがズコンズコンって前に食い込んでるんですよね。どんな日々もから僕やってます。せーの、3、どんな日々も、来るよここ、どんな日々と繋がって、またシンコペーション8ビートのチャですね。たたえ降り注ぐ雲、次も来るよ、照らすセリはここ、とはの願い、はい、ここ F でシンコペーションして 4拍伸ばすわけですけどね、ここ照らすセリは、照らすセリはとはの願い、
以上。これガズベージュほらシンコペーション見ていてとなります。最後のガズベージュのところでもシンコペーションがあります。ガズベージュちなみにこの最後の大丈夫ほら見ていてだけで出てきますけど、なあ、そういうわけでですね、ちょっといろいろ今日リズムがね応酬なんでございますけれども、この2分ぐらいの間にもうギュッといろんな要素が詰まっております。今回ね、さっきも言いましたけど、転調なしのガズレレ超簡単アレンジですけど、リズムはなかなかこれ奥が深いことになってますんで、ちょっとねじっくり取り組んでみてください。まあ何回も言うようですけど、これゆっくりまずやるのがポイントかなと思います。バラードですんで、早くねこう勢いつけてっていう曲じゃないので、そこがですね、まあ肝心かなというふうに思います。あとはやっぱそのドラマ見ていられる方は、ドラマの世界観とかその歌詞の読み解いて、その歌詞のこうメッセージ性もこうグッとこう胸に抱きながら、音楽は感情表現ですから、そういうのと一緒にこの音楽をやっぱ奏でていく。こっちばっかりねこだわっちゃうとね、なんかもうなんか中身がないような感じがしちゃうんでね、やっぱ曲の中の思いもやっぱり込めてやるのが大事になると思います。さあ、それではやっていきましょう。朝ドラちむどんどん主題歌、三浦大知さんのサンサン。ガズレレ式超簡単アレンジバージョンなんだけど、かっこいいバージョン。深いですよ。やってみる。1、2、3、4。日の光、まとう朝、いなく、窓目が薄くさ忘れない机の前あなたの場所また会えたら話をしよう。あの日の続きを聞かせて主題歌サンサンガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはですねいいですね。難しいけれどもやりがいあると思いますよ。はい、まだねしばらくドラマも続きますから、ドラマのこのストーリーと一緒にこう成長していけるように皆さん練習していくのが素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。さあ皆さん、お知らせです。冒頭にもお伝えしましたけど、今ガズのウクレレたち G ラボとガズレレで生み出している最高品質のウクレレ、もう自信があります。このウクレレめちゃくちゃ、まあ皆さん音いつも聞いてくださると思うんですけどね、このウクレレをはじめいろんなウクレレリリースしてるんですけど、ただいま大好評販売中と予約を受け付け中でございます。レギュラーラインわがままウクレレ、薄レレ、初めてウクレレは即発送です。で、いつもガズが作ってるガズモデルとかセミオーダーモデルとか、ヴィンテージシリーズというのは予約注文なんですけど、以前よりかなりスパン早いスパンで皆さんのお手元に届けられるようになってますね。まず公式ホームページ、ここをちょっと見に行ってください。よろしくお願いします。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか。これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんです。
んですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるというところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。